一彩京山は、福島県福島市と稲葉城町との境にある山で、ある。あずま連邦を構成する山の一つ。今も火山活動を続けている、かつ火山であり、山頂は岩歴で覆われている。標高は1948.8メートル。名前の由来は、安倍貞党が仏教経典の一彩教を山に埋めたという伝説による。おそらくは、 東山信号に関わって名付けられたのかもしれない。1893年の大噴火の際は、噴煙が直径2000メートル、噴出容石はおよそ50万立方メートルにも達したという。この大噴火で当時現地を調査していた義士2名が亡くなっている。近年では1977年に噴火2008年11月に約300メートルの噴気が確認されている。 観光道路、バンダイ・アズマスカイラインを利用すると、標高1600メートルの浄土、平らまで車もしくはバスでアクセスすることができる。登山口は、浄土平らからスカイラインを北東に6キロメートルほど下った不動沢登山口がある。一冊今や前は現在はこのルートが最短である。不動沢登山口をスタートし小立ちに覆われた、登山道を1時間ほど行くと簡易撤去がある。 この辺りから登りになり、樹木の様相が変わり出す。家形山分岐まで来ると、魔女の瞳あるいは、東の瞳と呼ばれる五色沼のほとりに出る。色がコバルトブルーで、太陽光の具合で、時間や見る場所によって変化し、とても美しい。深田倶楽部日本三百名山五色沼の西側を回り、五色沼を見下ろしながら、一気に山頂までの登りとなる。 途中から頂上までは、枯れ状となる。山頂は遮るものもないため、景色が素晴らしい。北直下に五色沼、東に阿武熊高地と福島盆地、南東に安小富士など、火山活動を実感させられる風景である。西に万代山、北には蔵山や仙台平野、北西には大玉盆地など、まさに360度の展望を得ることができる。 不動産はマイナス1、30追い分け分岐マイナス1、00、家形山分岐 ?43 町、30、家形山分岐、40追い分け分岐マイナス1、10不動産は合計5時間30分浄土平。ビジターセンター裏からスタートし、浄土平出現を横断し、1893年の大噴火の際の遭難日付近で、一彩京山方面の急斜面の登山道を登る。 ルートが一般的であった。しかし、途中右手の大穴噴火口が2014年12月12日から噴火警戒レベル2となっており、小規模な噴火の恐れがあるため、大穴火口から半径500メートルの範囲となる浄土、平から山が、平、山が平から、一冊京山山頂区間の登山道が通行禁止となっていた。しかし、 2016年10月19日に、噴火警戒レベルが1に引き下げられ、通行禁止が解除された。噴気を上げる一切共産を毛沼付近に、友人の東商社、産が平ら出現に、産が平ら避難小屋、谷地兵に、谷地兵避難小屋がある。一切共産の南側には釜沼という沼を、中心にその東に、産が平ら出現、西に、バーガハラ。 さらにその南には東アが妻山がある。この一帯は火山の影響で植物がほとんど生えていない一切共山とは対照的で様々な種類の鉱山植物が咲き誇っており、釜沼とセットでの風景はまさに天然の日本庭園である。また、バーが原から西へ徒歩で約1時間行くと他に自閉出現がある。初夏には 綿すが咲き誇り、湿原の真ん中を清流が流れる風景は、山上の楽園と呼ばれている。自然以外にも、バーガ原の西端には、馬神石像、南西徒歩一時間のところに、鹿児山稲荷神社と、東山信仰の名残も残っている。また、登山口の浄土平は、福島県でも、有数の観光地で、レストハウスのほか、浄土平ビジターセンター、 浄土平天問題があり、東側の東小富士と南側の浄土平出現さらに、バンダイアズマスカイラインを横断し、南側の桶沼には遊歩道も整備されている。登山口の浄土、平までは、福島駅西口より高湯街道を精神し、高湯温泉、バンダイアズマスカイラインを経由して約1時間で、到着する。バンダイアズマラインは、 福島市高湯温泉から浄土平を経由して、国道115号線旧道土湯峠へ通じており、会津方面へのアクセスも便利である。ありがとうございます。